手でやっていい？いい？いいって。はい、みみ、後半からもよろしくお願いします。後半からもよろしくお願いします。ちょっとアドレス先パッと見るね。もうちょい火。あ、待って。あ、いいよ、完璧、そこでいい。しっかり振ってて。おー、ナイスショー。ご飯食べてパワー出たね、また。ナイス。ナイスセンター。100点。100点。100点出たよ。ねえ、この橋渡ったらね、誰かめっちゃ重いしね、パリーって割れるよ。パパ乗ったら割れる。橋がパリーンって割れて、あ、割れそついてきた。割れそって何？割れ目ね。割れそついてきた。ママのせいかな。みみ75、どうしよう。まず素振りして。75ヤード手前、顎高バンカーが待ち受けております。これ耳バンカーは入れたくないけどピンになってて、お、いい。周り気に巻かなかったら絶対大丈夫だから、いい、こっちね、いい、うまい、でしょ、うまいよ。いけいけいけ、おー、惜しい惜しい惜しい、止まった、いいよ、いいとこ、トップっつってたよ。寄せよ、寄せワンしよ。これまだお前ロングだから別にいい。3だったら止まる。そうだよ。でもパーオンで別にワンパットでバーディー。寄せワンだよ、みゆみちゃん。上りのフォローで、じゃあ上り出して砂入ってるからこの辺まで打っていいよ。いい、ちょっとカップオーバーぐらい。いい、でフォロー出してってね、絶対。いい、ちょっと待って。もうちょいフェース右。いいに引かない。いいよ。弱い。お前これ絶対入れろよ。今日初めてのスリーパット。大丈夫だよ、ね。しかったね。バーディー来るよ、また次。ああ、残ってない。オッケー。大丈夫。全然残ってない顔。いやだ。ちゃんと振っててね。乗るから頑張れば。完璧。うん、20点。ナイス、距離感バッチリ、ありがとうございます。1個さっきのスリーパッド消せ、いいに引くなよ、しっかり出してて、結構打たなかよ。お、いいよ、入れ入れ、いいよ、勝負しようか、そこで。強いね。ナイス、ナイスボディ、イエーイ。ありがとうございます。完璧じゃん。ナイスリカバー。思わず声出ちゃった。どうですか、今日の調子は。どう調子いまいち。みゆみちゃんは予選が千葉であるじゃん、鶴舞、ムーンレイク鶴舞で予選ありますね、世界ジュニアの予選かな、日本代表選考会、日本代表選考会。でもそのコースはこのアップダウンないじゃん。アップダウン、これ見てて面白い、映ってるよ。お父さんと行った練習ラウンドのさ、コースはさ、まっすぐだったでしょ、ずっとこう、なんかこんななってないでしょ、ピン、まっすぐ苦手なんだよね。まっすぐの方が距離感が分かんないっていう、うん、それやっぱ毎日こういうことやってるからですかね。かもしれないし、うん、平らなところであんま打たしたことないんで、うん、逆に簡単すぎて、ね、えみたいな、多分、えみたいな、近っみたいな。
ピンが見えるし、ずっとカップ見えますもんね。そうですね。何やるにも砲台グリーンの方がピン寄せるのうまいですね。映ってるよ。みんなに見られちゃうこれ映ってると。ヒカキンさん、ヒカキンさんも見てくれてるよ。やったじゃん。ヒカキンさんに見てもらえるように頑張るね。イエーイ。平ら確認して、平ら確認して。じゃあ平ら確認しよう一回。いいよ。よし、オッケー。いいよ。オッケー。いつも通りやって。真似するっていう。いくよ。よーい、ドン。1、2、3。意外とうまい。5。1、2。おー。難しいね。やって、ずっとやって。ずっとやって。これ練習してるって感じ。毎日練習やらしてるんですよ。でかい。あー、手前っぽいです。あ、なんか微妙だぞ。あ、届く。ゆみちゃんの55ヤード9番アイアンです。クラブは一緒です。上からね、しっかりもう一回構えて。あ、完璧、いいよ。上からしっかり回って。 ゴー、ゴー。おー、いいんじゃない、落ちてくるんじゃない、左に。ナイスオン。ニアピン対決勝者かも。負けたかも。結果はどっちが近いでしょう、みゆみ。こっち。一緒に見に行ってごらん。まだ見えない。こっち。みゆが最初に見に行って。あー、どっちが近いか見てきてくれ。みゆちゃんの方が近い？全然近いね。どれかなってか、全然近いね、みゆみちゃんの方が。言いに引かなかったら入る。フォローしっかりね。しっかり来た。あ、でも意外とナイス。意外と止まったね。もちろん押し出すなよ。ナイスパー。帰ってこい。左キック OK。後道をしっかり回せて。おー、ナイスショー。登れ登れ、駆け上がれ。左手前にナイスです。ありがとうございます。ちっちゃい。これ結構耳振って、で、シューッと来て、こっから入れていくイメージ。いい？フォローだけね。わあ、惜しい！惜しいぜい！ちゃんと見て、確認して。大丈夫？ナイス！あ、ナイスパ！そのサインは誰の？キドちゃん。キドちゃん？キドちゃんのサイン書いてもらったの？うん、キドちゃんに選んでもらったの、そのバイザー。マーク。マークと、うん、いいね。かっこいいね。ジャックバニーってすごい服ありますよね、子供の。あります。ゴルフウェア着るの好き？そうでもね。なんか私服がゴルフウェアみたいになっちゃったね。わかる。わかる。でもこのぐらいシンプルだったら全然着れますもんね。そう、これはもう普通のトミーの私服のやつなんで、子供は柄とか色とか着てても可愛いけど、大人が私服で羊着てたらやばくなっちゃう。羊？うん、お姉ちゃんこれ私服だったらやばいでしょ。やばいよね。私服じゃない。ゴルフウェア。もう30歳だからね。ゴルフでコスプレしてんの。コスプレの女だから。そう、コスプレしてんの。
ねえ、あの黄色い木よりも左に行ってこう。これ線合わせるからいい。いい。こっからまっすぐってさ。おでん屋。おでん屋より左。いい。ちっこい木のもう一個左。しっかりして。オッケー。いいよいいよ。右行くでしょ。左。やった。6番の方がいいか。6番だったら しっかり上から打ってね。いいよそれで。上からしっかり打ってみよう。え、グリーンに行けないけど、ね、うん、乗らない、そのクラブだったら。みゆみちゃんがリポットを打ってみる。いいよ、上からしっかり打ったら、いつも通りしっかり打ったら出るわ。いいよ、普通に、普通に、うん、ナイス、坂のみゆみちゃんが打てるってことは私も打てるだろう。よし、これでもマジ試合とかだったらもうショックだもん。そのメンタルだった子供はないんですよね。穴に入っちゃってるよ、だって穴だよ、これ。うわ、止まんないよ。当たれ。お、止まった。おお、ステイ。おお、止まった。みゆみちゃんのおかげでお姉ちゃんも打てるようになった。もういない。ありがとう。もういないけど。で、回り切っていい。トップだけじゃ一緒だな。いい。肩から肩。もう打っちゃったよ、もう。もう打っちゃった。うまいうまい、バーディーチャンスじゃん。打つのが早い打つのが早い、みゆみちゃん。何食べちゃったじゃんそろそろじゃあ、あれバーディー入れよう。いいね。自分だったら今なんで遅いよ。打つ遅い、もっと早く。まだ待たしたぐらいだね。あ、そう。さあ、今ので待たしたぐらい。入ったよ、みゆみ。見てて、寄るよ。内側に入れられちゃったね。カーリングだね。これバーディー取る。さあ、おでんを、おでんがあるよ。入ったらおでん食べ放題。ミム、これ上りだからカップ20センチぐらいオーバー。え？ちょっと待って。これそんな見なくていいよ、ミム。もうカップ入れに行っていいよ。フォローだけね、言いに行くなよ。それ入れてよ。見てよ、見てよ。すごいいい転がりしてたよ、パッと。伸びろ。うわー、惜しい。よし。休憩タイム。おでんなくなってる。までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。